ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活、小宮です。今朝の4時20分なんですけど、これから旅に出発します。ということで、約10ヶ月ぶりの本州旅、ネオンの光、行き交う人々、そして無限につながる車の列、久しぶりのロデオ旅、とにかく車線変更が怖い。ということで、我が家、市内から離れていくと道の駅喜入というところにたどり着きました。やっぱ寒いよ、島と違って。そうだね、今日は嬉しいから外食します。道の駅から歩いて行けるところに赤い看板を発見しました。はい、ということで今回伺ったのがこちら、菊市さん。道の駅から歩いて5、6分の距離にあり、入店すると色紙だらけ。これは期待できる。美味しいね。美味しい、めちゃめちゃ。卵もいっぱい入れて。いいよ。ラーメンもいっぱい入れて。ここは温泉も一緒になっていて、すごく車中泊しやすそうですが、小土産がタトゥーが入っているので私たちは入れませんでした。残念。いちご400円で安いな。いちご。めちゃくちゃ甘いこれ。どう？おいしい。そちらに伺いたいと思ってるんですけれども、はい、では失礼します。行くよ。はい、安全運転で行きます。はい、ということで風呂に入らず3日が経過しました。漂う大衆ということで、ちょっと奮発して家族風呂行ってまいりました。すごい。あ、露天風呂なんだ。はい、すごい。これで1800円は安いね。腰は43、腰は42、お子様は足は大丈夫ですか？お子様はぬるい方がいいですか？42方がいいですか？はい、42方でいいかな。温度が違うんだ。お邪魔します。どうもありがとうございます。どうですか？おお、これはこれは、うわ、すごいね、ことちゃん。45分だから急がないと。すごい。はい、今回伺ったのはこちら、コランの湯。道の駅指宿からも近くてですね、駐車場も広いためキャンピングカーで行きやすい場所でした。ちょっとしょっぱいんだよね、お湯が。しょっぱい。多分塩だよね、塩の結晶っぽい。ね、塩っぽいよね。これ食べちゃダメだよ。取れる。そうだね。成分表、塩化物泉。あ、やっぱりあれですね、やっぱ塩系ですね。いい感じの温泉です。どうでしたか？最高でした。よかったね。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。うつみ鍋。
今日も気合入ってるねこれ。ちょっと蓋してみてよこれ。マロニー飛び出るんじゃないの、うん、飛び出るね。大丈夫。こっち。それ、それそのまま食べちゃダメだよ。こっち。おはようございます。皆様、こみやげです。昨日ですね、妻が料理してて、冷蔵庫引き出してると、かなりガサついてるんですよね。冷蔵庫が。なぜか。もこのレール自体が壊れてると、かなり厳しくなってくるというか、まあ、替えがないので、ちょっとここで足止めを食うことになると思うんですよね。冷蔵庫一回下ろして、ちょっと見てみようと思います。今これ冷蔵庫の。ほんとだね。冷蔵庫のスライドのとこなんですけどね。こっち側のレール。これがもう、ガタガタになってた。ここに今ビスが入ってたんですけども、ここに、まあ、まずここの針の部分に入れたつもりだったんだけど、いまいち入ってなかったんですね。はい、やはりビスの不具合でございました。針がですね、思ったよりも細かったなと思うんですね。それで止めていたビスが中途半端に噛んでいた。でこれが走行と同時に緩んできて、ついにはグラグラとし始めたんだと思います。まあ、本来ならテレビのようにですね、鉄板とボルトでこう挟み込むのが一番なんですが、スライドレールがですね、ボルトに引っかかってうまく稼働しなくなります。はい、なのでスライドレールの下側ですねに穴を開けて、この向きにビスを打ち込みました。ビスが噛む部分にはしっかりした板が2枚入っている。これでしっかり固定はできました。この辺のメンテナンスは出発前にしっかりしとくべきだったなとかなり反省しましたね。飛び出てくると大事故につながるところでした。ということで一件落着。今回お世話になった道の駅指宿、車中泊歓迎の道の駅です。さまざまなお酒が並ぶその先に、なんと巨大野菜の陳列棚があります。巨大そら豆、そして巨大ブロッコリー、娘の顔よりも大きい。これなんと120円でございます。坂道だらけ。今マニュアルの2速でずっとノンブレーキで降りてる状態ですね。はい、ということで我が家とうとう交通量の多い鹿児島市内に入ってきました。向かうは城山公園。洗濯をしに行きます。まあ、鹿児島市の中でも臼杵っていう場所がですね、飲食店も含めて駐車場広いところが多いみたいなんで、今から行きます。城山公園ありがとうございました。ちょっと車中泊していいかどうかはわからないんですけども、地元の方に聞いてきました。来る間の道がかなり怖い。僕らは右側から、これ右側から来たんですけど、これ左側行くとかなりヤバい道だし、右側でもかなり厳しいんですけど、左側もっとグミグミらしいです。普通車でもちょっと怖いという話だったので、そっちの方がいいかなと思います。洋服類はこうやって全部上に入れてるんだけど、洗い物はあっちのシャワー室の中にの下にバケツがあるんで、バケツその中にこう詰め込んで。旅始まって初めての洗濯です。とにかく量が多いので一番高いけど一番大きい洗濯機で洗おうと思います。縮んでほしくないものはネットに入れて途中で取り出して車の中で乾かします。洗濯機だけで900円。こっちのちっこいのに入れられるかちょっと挑戦してみようと思います。途中なんですけどやっぱり無理そうなので諦めて900円の洗濯機でやることに決定します。真ん中に RV パークあるね。
ということで今回伺ったのは鹿児島市唯一のアルビパクスマート天文館。電源以外際立った特徴はない RV パークなんですけども、何といってもこの立地が素晴らしい。まずは RV パークの目の前にある天文館公園、子供連れの旅人にはこんなに嬉しい施設はありません。うわ、あ、花粉症かわいそうに。そして現金問屋あけぼの、こちらスーパーなんですね。まあ何といっても言いやすい。しかも鮮度抜群の肉と魚もしっかり品揃えしてある。 RV から徒歩1分、夜11時まで営業してます。そして天文館アーケード、有名店が軒を連ねる。いやでもあれだね、食べに行きたいね。ここに今度行きたい。これ気になります。これも気になる。全部つまみ一本買ってみる。高いけど、うん、こっちがいい。そして我が家が最も楽しませてもらったのがこちら、宝楽まんじゅう。よかったね。ちょっとちょうだいパパに。よかったよ。あ、おいしい。おいしい、よかったね。ごめん、やったおいしい。ね、パパ、ママ、もう一個二つ持ってきたらよかったよ。これじゃないの。いや、言うでしょ。よかったね。はい、そして、やっぱり楽しみは車を置いて飲みに行けることではないでしょうか。これ実はキャンピングカーのような大型車で旅をしているとなかなか出くわせない立地なんですよね。街のネオンに胸躍る我が家。しかしここでまさかの事件が起きました。こっちゃんこっちゃんこっちゃん、美味しそうなところ探そうよ。こと違う美味しそうなところ探そう。こと、うん、すごい。こっちこっちこっち。あのお寿司はダメだよ。お寿司はちょっと今度ね。すごい、あそこ見に行こう。あそこすごい。はい、やられました。二度と寿司屋の前には通りません。初タイソン君、何回まで行きます？え、楽しみね。はい、実は僕たち家族が鹿児島で最も楽しみしてたのはこの男のライブでした。ラッパータイソン、実は彼ロデオ乗りなんですね。ポンコツのロデオを買って自分でリメイク、そしてそのロデオで全国をライブツアーするという男。旅人であり、そしてロデオ乗り、そして父親、なんかどっかで聞いたことあるような話。そう、僕と彼は同じような境遇を生きていた。彼は僕の旅先の郵便局にまで自身の作品を送ってくれた。それをロデオのカーステロで聞いたとき、これは絶対生で聞かなきゃいけないと思ったわけなんですね。そして今回、彼のワンマンライブ、足を運んだ我が家、そこで見た景色は素晴らしいものでした。最後、目を離したすぎに勝手に CD 売り手側に回る娘。皆様ありがとうございました。タイソン君ありがとう、最高だったぜ。ちなみにタイソンおすすめグルメ情報はこちら、ぜひチェックしてみてください。よいしょ。パパは傘買ってたか。綺麗にしますね。水飲みたい。はい、出かける前に掃除していけばいいのに、それができない我が家、掃除は3人でします。とはいえほぼ戦力外の娘、邪魔することしかしない。それでもですね、やっぱりこの時間が一番家族がリラックスしてる時間なんですね。寝酒を、つまみは豚もやし入ります。
おはようございます。今目的地までの道を見てるんだけど、今日は大野っていう道の駅まで行ければなっていう感じなんですよね。55号線ですよね、これ。道の幅は約5メーターぐらいなんですよね。はい、新しい旅先での Google マップの使い方ですが、この右上のマークをタップして航空写真に切り替えます。そして目的地までに通るだろう狭い道の幅を右下の10メートルの縮尺メモリに照らし合わせて、どのくらいの道幅かを調べています。でこの場合メモリの半分以上があるので、おそらく5、6メートルくらいかなと推測します。いや、ここだよな。ここグネグネだもんな。ここ峠だね、完全にこれ、まあ、とにかく出発します。結構長い旅になる。今日3時間くらい走るかな、多分。今日はね、移動するからね。OK。ちょっと車乗ってる時間長いけど大丈夫？でも今日のご飯。え？今日のご飯。今日のご飯？考えとく。何食べたいの？今日も寿司。いや、無理です。出発します。鹿児島ありがとう。68円のカップラーメン吸って、6丁人まで一人丸まって、仕送りの米タッパーに詰めて、ボロボロのハイエースで現場に向かって、東京タワーが眩しすぎて、泣けなしの1グラムにタバコを混ぜて、見えない刃振り回した、俺には棚下オファーがお似合い、見えなかったらいけど捨てなかった未来、理由は特にない、ただ広い世界が見たい、あの夜してくれたよね。